ね、はい、このユニットを僕は大切にさせてもらいたいと思ってますので、ありがとうございます。一つよろしくお願いします。ありがとうございます。もう何せね、今日本当に本当の初バンド出しというかね、音合わせでもありますので、まあ、来年はまたちょいちょいこのメンバーでやっていきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さて、いよいよ残りあとうちのバンド2曲となりましたね。まずはこの曲からいきたいと思います。聴いてください、思い出の渚。もうまずこのバンドで何かこうやる曲ないですかねって言ったら、この曲がパッと出てくるぐらい。いやね、今ね、実はこの曲歌うとね、自分の心にぴったりくるんですよ。あの頃ね、例えばあれ20歳ぐらいだったんだけど、この曲ね、実際あの世の中出てる頃、Ride the Ones がやってました。まあ、確かにあの胸に来るもんあった、その波に向かって言ってもってなかなかいい歌詞でね、はい、ピタリ来てたんだけど、今余計ねこれ歌うとなんかこう自分自身がとてもこうなんていうのかな、まあ、分かっていただければ嬉しいんですけど、ピタッと来るんですよ、だからありがたいと思ってます。まあ、あの GS の曲は GS の曲懐かしいだけではなく、はい、今自分自身こうやってこう新たに歌わさせていただけるに値するすごい名曲ぞろいで、まあ今日はあのどのぐらいの方が3500人ぐらい来てらっしゃると思うんですけども、まあそれはともかくとして、あの皆さんもそう感じていただければ嬉しいですしね、はい、さっきじゅんちゃんもおっしゃってたんだけど、
まあ、これを機会にこのバンドを可愛がっていただくような方々がたくさん、ね、生まれてくることを願っています。やっぱこう新しい世代にこう、ね、改めてこう、ね、GS を、ね、楽しんでもらえる環境が、ね、またできると面白いなと。新しい世代ちょっと新しい世代とかね、まあ、嬉しいです、はい、そうなんですよ。リアル世代ってなると結構僕も、まあ、あの宣伝とかしてたんですけども、やはり、60代以上になると SNS とかネットで告知しても当たり前だけど来るわけがないのでその辺はね、まあ、ちょっと、まあ、またいろいろ考えていかなきゃいけない部分ではあるんですけども、やっぱりその今この歌謡曲のリバイバルとかもそうですし、ね、橋幸夫さんなんか2代目橋幸夫っていう3人いるんですよ。2代目なのに3人にいたりとかね、やっぱそういう、こう音楽のいい意味でのリバイバルブームっていうのがいろいろ出始めている、まあ、コロナ禍が少しは、ね、落ち着いて、まあ、いろんな活動ができるようになったっていうのもあるんですけど、やっぱそういったあのタイミングを逃さずですね、せっかくやっぱりこういうあのアンディさんと交流させていただいている機会があるのであるからこそ、今のアンディさん、そして今の我々の感じる GS っていうのをこれから、どんどん発信できたらいいなと思っていますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでまとまったところで、アンディ小山で愛してるラストソングでございます。